このモニターツアーは水俣市が交流人口を増やしたいと行っているもので、今回は金融や運輸など様々な業種の10人が参加しています。参加者は水俣市の温泉地に宿泊しながら、午前中はインターネットを利用して仕事を行い、午後からはマリンアクティビティなどを楽しみます。初日の昨日はオリエンテーションの後、ボランティアの案内で水俣病の歴史などの説明を受けながら海岸を散策していました。